うかしたの？ええ、そうだけど。おとなしい感じの子？なんか今のところ付き合いたいって感じじゃなくて、遠巻きに見つめていたいんだって。安心した？かわいいな。友達といろんなことをお話ししてたかな。秘密。女の子には秘密がいっぱいあるんだから。それじゃお腹が冷えちゃいそうじゃない？なかなか試すには勇気がいるわね。ちょっとさっきから、なんていうか恥ずかしい話ばかりはダメなんだよ、もう。じゃあね。よん、大将、暇そうだな。これからとびっきりのイベントがあるからな。まだ帰れねえよ。ああ。ほれ、お前も一緒に行くんだよ。天国が俺たちを待ってるぜ。問題はここからだ。今日はどっちのコースを攻めるか。そんなの決まってるだろ。プールだよ、プール。いいか、よく思い出してみろ。うちのプールは温水なんだぞ。
節なんて無関係、年中無休の水泳部様ってわけだ。本当にありがとう。しかし悲しいかな、3年生はそろそろ引退しちまう。となると今のうちに見ておかないとまずいだろう。連れて行ってやるよ、連れてってやるって言ってるんだよ、俺のとっておきの場所にな。ああ、とっておきでぶっちぎりだぜ。さあどうする？そう来なくっちゃな。そんじゃ体育館の方から行くか、テラスの方から行くか決めてくれ。いや、目的が目的なんだ、人に見られない方が都合がいいだろう。そうか、見晴らしのいい場所を避けるつもりだな。よし、じゃあそっちからにするか。お、誰もいないぞ。おいおい、うわ、なんだ今の物音は。ね、猫かよ、驚かせんなっての。まったく、どこから入り込んだんだ。それもそうだな。よし、先を急ぐか。よし、到着だ。ふんふんふん、甘い。甘いね、君は。とっておきだと言っただろう。あるんだよ。ベストポイントが。初耳ですね。そうだろそうだろ。そうですよ。ん？ん？偶然ですよ。ちょうどマラソンのコースから戻ってきたところです。はあ、そう思うんでしたら先輩方も少しは運動でもしたらどうです？あ、ははは、今日は諦めた方がいいな。それじゃあ俺たちも少し走るとするか。ベストポイントはもういいんですか？ああ、よく考えたら別の場所だった。そうなんですか。なあ、じゃあ次のベストポイントまで走っていくぞ。あ、はい。あ、危なかった。次回を楽しみにしててくれ。
日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね。